日本鹿児島県鹿児島市日の出町日の出町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は890086。人口は1978人。世帯数は935世帯。日の出町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市南部は北側の下流域に位置している。南東方向に傾斜した丘陵地にあり。 町域の全体が、新興住宅地からなっている。町域の北方には、南新町、南方及び東方には、薄木、西方には渋原に接している。町域の東端には、いぶ枕崎線と鹿児島市電、谷山線が通っており、付近には二軒茶屋停留場がある。日の出町という町名は、丘陵の新興宅地造成地であり、日の出の景観が良いことに由来している。 1970年7月1日に、鴨池町、郡元町、臼杵町、田上町の各一部の区域にあたる市原地区で、住居表示が実施されるのに伴い町の区域の再編が行われた。これに伴い臼杵町、郡元町の各一部より分割され、日の出町として設置された。1990年には、臼杵町の一部が日の出町に編入された。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。